漢方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる処方解説、本日は立候補になります。湿痛、死筋痛および口腔内の主張、疼痛に用います。薬味は細心、生麻、防風、肝臓、龍胆の5種類になります。口腔内の疾患に立ちどころに効があるという意味で立候補の名があります。腫痛や抜歯後の痛み以外にも三叉神経痛や舌痛症にも応用できます。細心、防風、生麻の心音開放作用、腫痛作用で腫れと痛みを改善します。龍胆の清熱作用で炎症を取り除きます。肝臓の調和作用、抗炎症作用で諸薬の調和を図り炎症を改善します。ポイントとして、湯に溶かしてしばらく口に含んでから服用します。ぜひ立候補さん覚えてみてください。こちらの内容は教科書的な内容になっておりますが、教科書通りにならないケースが多々あります。ご自分で判断せずに、我々のような漢方の専門家にご相談ください。それではまた。